なんで盗塁する選手って減ったんや？阻止率上がったから。怪我するから。選手が減ったというよりさせる監督が減った感じがする。見てる方としてはいつ走るんや。で注目したり唐突に走ってきたりするのはおもろいんやけどな。長打の優位性が昔以上に示されて盗塁やバントでリスクやコスト背負って二塁狙うくらいなら貯めといて長打待つ方が有効とわかった。バントは年々増えてるやん。コスパが悪すぎる。10回連続で盗塁成功するのとホームラン1本が同じくらいの価値や。リアルリアルニュートから盗塁した山田哲人のあれはマジですごいと思った盗塁の一つだわ。山田哲人の盗塁センスは天才なんやろな。バントもそうだけどここぞって時に一発確実に決める技術は必要だけど普段から量産する意味はないわね。盗塁って単純に怪我のリスク高いよな。特に滑り込む時とか守備の人にぶん殴られるくらいの勢いでタッチされるし。近年の出塁力重視の風潮の中で四球選ぶ選手多くなったから相対的に盗塁の重要度が下がってきてるんよな。そういえば盗塁阻止でキャッチャーにつく記録って補殺なのになんで盗塁阻止って言うんだろうね。失敗のリスクがでかくて有効性が低いからやろな。赤星式盗塁とかで前より成功率にも注目が集まるようになったし。周東、2020年50盗塁48得点、2023年36盗塁52得点、怪我するリスクを負ってこれは寂しいね。成功率低いならやらん方がマシだから。